はい、速稼塾の久保です。私の動画のコメントにちょっとね、嬉しいものが一つありましたんで、ちょっと紹介します。こちらですよね。今度読んでみましょうか。先生こんにちは。先ほど共産党員本部に電話して、一律給付また生活保護見直しのことも言いました。生活保護も見直しも視野に入っているとのこと、また給付一律も視野に入っているとのこと、安心しました。先生のおかげで発言力が湧きました。勇気、ありがとうございます。これからも鑑定メールします。ということですね。行動されたのはとっても素晴らしいことだと思います。共産党の皆さんは与党ではないので、まあもちろん決定権などはないわけなんですけども、ただね、やっぱり野党の方から与党にこんな国民の声があるよっていうふうなね、声を上げていただくきっかけになるということで、これは非常に大事なことなんですよ。野党といえどもですね、国民の声を反映しない発言っていうのはなかなかできないんですよね。でも国民の声、こういうふうな機運が高まってますよっていうふうなことを、お問い合わせをもとに与党にですね、追及するっていうのはすごくやりやすいんで、野党の皆さんの、応援をする形になりますけどもね。でもこの際、私たちの暮らしが楽になるんだったら、誰を応援してもいいじゃないですか。今のままだと楽にはならないと思いますんで、このまま続けていきましょう。頑張っていきましょう。それでは。